今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組です。今夜のゲストは宮崎雅弘さん。前にも一度おいでいただきましたけど、とにかく宮崎さんは、中国にも詳しい。とにかく物書きで一番入ってるんじゃないですかね。200回以上行ってらっしゃるでしょ、中国に。まあ、中国に限らずいろいろ言ってますけど、まあね、とりあえずね、面白かった時代の中国はよく行きましたね。毎月行ってたんじゃない。毎月、学生時代は日学堂でですね、早稲田大学で右翼の学生の活動をなさってて、半世紀前の話で、遊国旗をですね、ずっとね、この宮崎さんがね、本当に見かけによらずですね、組織力というか、パーティーとかですね、見かけによりませんか、よらないですねのきちんとやられる方で、この宮崎さんがいなければ遊国旗もここまで続いていなかったと思うんですけど。いや、そんなことないんですよ。それから、ね、はい、要するにほら、政治色あんまり出さないっていう会にしてますから、ね。なるほどね。それからあれですね、この英語の達人でもあってですね、これがまたね、花さんは外大だから、いや私はその辺の大学言わないでください。で、ついこの間もですね、この、トランプ熱狂、そうアメリカの反知性主義っていうね、これが海流社というところから出されまして、これが今非常によく売れていると。で、アメリカにですね、実際に、大統領選の取材に行って、ついこの間お帰りになったばかりだと、今日は非常にホットな話をいろいろお伺いしたいというふうに思っております。はいはいね、よろしくお願いします。はい、やっぱりあれですか、アメリカはトランプの熱狂ぶりはすごいですか。いや、熱狂ってもんじゃないですよ。あ、そう、はい、まずね、写真を4枚ばかり見ていただきたいんだけど、はい、これがトランプ選挙事務所前。あ、トランプタワーの高ってでしょ、人が。あ、そうですね、ね、うん、それで本屋さんに入ったら、まあトランプの本ばっかり。あ、これもあるじゃないですか、これ。それもあるでしょ、買ってきましたけどね。はい、でヒラリー本一冊しかない。あ、そうなんですか。それでね、ヒラリーさんの事務所も行ったんだけれど、はい、全然寂しいもんですね。そうなんですか。つまりね、勢いを失速させてるんですよ。うん、もうサンダースの方がすごい圧倒的だったんですよ。ですからね、この今日の時点で申し上げますとね、トランプが勝つ可能性が 51% ぐらい。あ、そうなんですか。ヒラリー49ぐらい。ただし、ヒラリーさんがサンダースを副大統領に選んだら、トランプの勝ち目なくなると。まあ、こんな感じじゃない。今のところ、最後までやるとサンダース側は言ってますよね。まあ、それ来月の25日からのね、民主党の大会で結論が出ますから。こういう本はやっぱり売れてるんですか。いや、売れてますよ。ああ、そう。一冊持ってきました。いや、何冊持ってきました。これがね、実はね、トランプがね、なんでこんな変なことばっかり言ってるかっていうのは、ここに全て原点がある。で、読んでみて分かったんですよ。これどういう本なんですか。要するにこれね、クリップルドアメリカっていうのは、まあ、無力化したアメリカっていう意味でしょうね。つまり世界一の軍隊を持っているので、非効率的な戦争をやったり、余計な戦争をやってて、これだけ力落ちちゃったじゃないか。それでね、一方においてアメリカも中国も韓国も、ノーと我々との貿易のために太ったるじゃないか。だからね、そういうことをやめようって言ってるね。それから教育制度もね、教育省を廃止せよと。だから教員組合はいらない。まあ、過激ですよ。まあ、そうですね。それでね、日本に関しても、日本の新聞は日本の悪口ばっかり言ってると書いてるんだけど、ほとんど触れてない、ね、一行ぐらい。ああ、そうなんですか。要するにね、防衛負担を一番迫ってて、それを日本の新聞が取り立てて書いてるわけでしょ。なるほど。とかね、トランプの原点はどこにあるかと言いますとね、クウェートなんですよ。はい、つまり湾岸戦争で、アメリカがあれだけ若者が血を流してね、クウェートを守ってやった。ところがクウェート何してたって言ったらね、みんなパリの豪華ホテルに陣取って朝から酒飲んで王様の気分でいたじゃないかと。奴らは祖国防衛に何もしなかった。こんなバカなことがあるか。それがね、彼の怒りなの。それで世界中を見渡せば、アメリカにまあたかってるような国々がたくさんあると。でね、とりわけ許せないのはやっぱり中国なんですね。
中国、ええ、だから中国は為替操作をしていると、うん、だからこんなに、あの、なんていうの、繁栄していると、うん、まあ、いうこと言ってるわけですね、うん、ですからね、こう、まあ、複雑なように見えて非常にまあ単純なことを言ってる、まあ、アメリカのね、うん、大衆っていうのはね、あの、みんなが期待してるほどね、アメリカ人というのは教養ありませんから、はい、あの、ポピュリズムに訴えれば、うん、ついてくると、うん、そういう感じなんですよね、うん、だから、あの、さっきの人形もあれなんですがね、はい、やっぱりオチがあってね、その人形の裏を見ていただければ分かるんだけど、この人形、これは、ね、宮崎さんがこの間アメリカで買ってこられた、はいはい、なんかトランプ結構かっこいいですけどね、でそれメイドインチャイナあ、これ中国で作ってるんですね、これ、ね、ですからおかしいでしょ、あの、言ってることっていうかね、あの、実態とこの人が言ってることとはかなりの乖離があると、いうこともまた事実ですね。実態とっていうのはどういう意味ですか。実態っていうのは、はい、つまり中国との貿易でもね、中国が一方的に非益してる、これは為替操作をしてるってこう言ってるんですよね、はい、だ実態としては、うん、あの、そういうことではなくて、アメリカの製造業に従事している人口がすでに 8% しかいない、うん、で競争力ないんですね、うん、で GDP に占める中国との割合も確かね、うん、2.8% ぐらいしかないんですよ。だ事実認識としては、うん、あの、中国が一方的にアメリカから儲かってるっていうそういう意味でもないあの、なんていうのかな、つまりアメリカにとってはね、うん、2040年ぐらいに中国がアメリカを抜きそうだというこの脅威感、それがね潜伏してるんですね、うん、ですから、あの、中国のことを言うと民衆がついてくると、うん、教育制度のことを言うとついてくると、うん、あの、そういう感じですね。そうすると、まあ、アジテーションの点線だとかあります、ね、うん、あ、そうですか、今こう激しいことを言ってるけれど、うんうんうん、まあさっき の、 その宮崎さんの予測では、まあ、50% なると、うんうん、もしなった時には、うん、今言っているようなことは、うん、そのある程度こうトーンダウンしていくわけですか。いや、あの、アメリカの、ね、政治制度を見ても、はい、言ってることを実現可能かって可能じゃないんですよね。あ、なるほど、うん、あの、例えばメキシコとの国境に壁を作れと、はい、あの、それ議会が可決できないですよ。そうですよね。そうするとね、大統領命令をやったところで、絶対トランプを支持する議員が3分の2いなければ、うん、あの、いや、3分の2で大統領命令を覆するわけね、うん、で今のアメリカの議会を見てますと、うん、ああいう過激なことは全く受け付けませんよね、うん、あの、イスラム教徒を追い返せとかね、大体もう 11% ぐらいイスラム教徒いるんだから ね、うん、そうね、ヒスパニックだって人口の繁殖すごいですからね、うん、ですからこれ、あの、まあ、見ててもね、カリフォルニアとかフロリダは、うん、あの、相当苦戦するだろう、まあ、おそらくね、うん、あの、ヒラリーさん取るでしょうね、この辺はね、うん、あ、どれほど嫌われていても、うん、あの、そういう問題あると思いますよ、うん、で、あの、もう一つはね、はい、あの、所得格差の問題もちろんありますね。じゃあなぜトランプがこんなにね、あの、フィーバーが起こってるのかと、はい、もう一つはね、今まで虐げられていたのが、うん、実はプアホワイトなんだけど、うん、はいはい、みんなね、ワスプなんですよ、実は、うん、つまりホワイト、アングロサクソン、うん、プロテスタントでしょ、うん、今のアメリカ見たらね、大統領は黒人、うん、で宗教はカソリックですよね、うんうんうん、最高裁判所の判事見てるとね、うん、今8人のうち1人ユダヤ人で、はあ、あと全員カソリックですよ、うん、あの、歴代大統領見てもね、あの、JF ケネディ以来、うん、レーガンも、うん、あの、ブッシュも、うん、みんなカソリックじゃないですか、うん、でそうするといつの間にやらね、プロテスタントっていうのはどこに行っちゃったんだろう、うん、あの、そういう問題あるんですよ、ですからね、最初にね、うん、はい、この人が出てきた時にね、はい、あの、こう実はね、みんなね、こう見えます、あの、こうみんなエヴァンジェリカルっていうかね、キリスト教の集会に行ってるんです、はあ、それで票まとめてるんです、はあ、あの、あ、これもそうですね、これも、うん、これもちょっと見てください、2万とか5万とか集まってね、はあ、でリバーって言って、これはね、ファルウェルっていうテレビ伝道師のこの組織ですよ、はあ、で、あの、うん、何にも、要するに共和党の組織もない人がね、うん、各地行ったらみんな人が集まる、どうして集まるって不思議だと思って、みんなこれなんですよ。言論テレビからのお知らせです。言論テレビでは会員の皆様を募集しています。会員になっていただきますと、桜ライブ君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の収録動画を
ご覧いただけます。さらに桜井キャスターの書き下ろしのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。コンテンツをご覧いただくためには正会員登録をしていただき、月々に会費972円、または年会費1万800円をご負担いただきます。昨年から桜井よし子と共に歩む桜会員を設けました。桜会員になっていただき、年会費一口10万円以上をご負担していただきますと、正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本にサインをしてお送りし、イベントを開催した際には無料でご招待いたします。詳しくは言論テレビのホームページをご覧ください。ご負担いただいた会費で事実に基づく情報を発信し、正しいと信ずる論陣を張るインターネット番組を制作いたします。多くの方々のご入会をお待ちしています。花田和之です。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和之です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。